シモナ・ハレプは、ルーマニア・コンスタンツァ出身の女子テニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングルス22勝、ダブルス1勝を挙げる。自己最高ランキングは、シングルス1位、ダブルス71位。身長168センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2018年全仏オープン。 2019年ウィンブルドン選手権優勝2014年 WTA ツアー選手権ジュニ優勝プレミアマンダトリー優勝3回ルーマニア人選手で初の女子シングルス世界ランキング1位2008年全仏オープンジュニアシングルスで優勝ハレプは4歳からテニスを始めた 2008年全仏オープンのジュニア女子シングルス部門で優勝して、同年にプロ転校。2009年5月、ハレプはテニス選手としてより高い能力を発揮できるように、その E カップのちぶさを小さくする手術を望んでいると表明、同年7月には乳房縮小手術を受け、バストサイズを縮小した。2010年は、 モロッコフェズ大会で予選から勝ち上がり初のツアー決勝に進出する。決勝では、イベタ・ベネソバに4から6、2から6で敗れて初優勝を逃した。全仏オープンでは予選を勝ち上がり4大大会に初出場を果たす。1回戦で準優勝したサマンサスとサーに5から7、1から6で敗れている。全米オープンでは、エレナ・ヤンコビッチに4から6、6から4。 5から7で赤敗し、初戦突破はならなかった。2011年の全豪オープンの1回戦で、アンネ・クレマーを6から3、3から6、6から2で破り4大大会の初勝利を挙げた。2回戦では、第24シードのアリサ・クレーバノワに6から4、7から6で勝利し3回戦に進出した。フェズ大会で2年連続の決勝に進んだが、 アルベルタブリアンティに4から6、3から6で敗れた。全仏オープンとウィンブルドンも初戦を突破し、全米オープンでは1回戦で、全仏優勝者のリーダーを6から2、7から5で破る主君を挙げた。2012年5月のブリュッセル大会では、ツアー3度目の決勝に進出したが、アグニエシュからドアンスカ257、06で敗れた。7月のロンドン五輪で、 オリンピックに初出場した。シングルスでは1回戦で、カザフスタンのヤロースラワ州エドワーに4から6、2から6で敗れソラナチルステアと組んだダブルスも1回戦で、アメリカのビーナス・ウィリアムズセリーナ・ウィリアムズ組に3から6、2から6で敗れた。2013年6月のノニュルンベルク大会でツアー4度目の決勝に進出し、アンドレア・ペトコビッチを6、3、 6-3で破り、ツアー初優勝を果たした。翌週のスヘルトヘンボス大会でも、決勝で、キルステン・フリップケンスを6-4、6-2で破り2勝目を挙げた。7月のブダペスト大会で、ツアー3勝目を8月のニューヘイブン大会で4勝目を挙げた。全米オープンでは、第21シードとして出場し、3回戦で、第14シードのマリア・キリレンコに六から一 6から0で完勝し、4大大会で初めて4回戦に進出した。4回戦ではフラビア・ペンネッタに2から6、6から7で敗れた。10月のクレムリンカップと11月のトーナメント・オブ・チャンピオンズも優勝し、年間6勝を挙げ WTA アワードの最も上達した選手賞を受賞した。2014年全豪オープンでは4回戦で、 エレナ・ヤンコビッチを6から4、2から6、6から0で破り始めて4大大会でベスト8に進出した。準々決勝では、トミニカ・チブルコバに3から6、0から6で破れた。全仏オープンでは、第4シードから6試合を全てストレート勝ちで、決勝に進出した。 決勝では3時間を超える熱戦の末マリア・シャラポワに4から6、7から6、4から6で敗れるウマニア人として1978年大会のバージニアル・ジッチ以来となる36年ぶりの全仏優勝を逃した。ウィンブルドンでもベスト4に進出した。2014年8月11日付のランキングで自己最高の2位を記録している。 WTA ツアー選手権に初出場し、準優勝に輝く。最終ランキングで、セリーナ・ウィリアムズ、マリア・シャラポワに次ぐ、世界3位につける。2015年は、出だしから好調で、最初の6大会で3勝を含みすべてでベスト8以上に入った。第3シードで出場した、BNP パリバオープンで決勝で、エレナ・ヤンコビッチを倒し優勝。 プレミアマンダトリー初優勝となる。しかし、ウィンブルドン選手権は、足の水ぶくれも影響して一回戦敗退。その後は一ヶ月半休んだが、ロジャーズカップとウェスタンサザンオープンでは、準優勝。全米オープンは、ベスト四にリ。WTA ファイナルズは、ラウンドロビン敗退に終わったが、年末順位は二位だった。2016年全豪オープンは一回戦で、 GS14 連敗だった。超卒に不覚を取った。その後は、アキレス腱損傷も負った。マドリードオープンでは優勝した。7月には2大会連続優勝もあった。2017年は、全仏オープンで2度目の決勝進出を果たすも、決勝では、ノーシードのエレナオスタペンコに6-4、4-6、3-6で敗れまたも、準優勝となった。チャイナオープンでは、 決勝で、キャロリン・アルシアンに敗れるも、ランキング1位のガルビネ・ムグルサが1回戦で敗れた、ためポイントで逆転し、10月9日付のランキングで、女子シングルス25人目の世界ランキング1位となった。2018年の全豪オープンで、グランドスラム3度目の決勝進出を果たすも、同じく、グランドスラム初優勝がかかった第2シードのキャロライン、ウォズニアッキに6から7、 6から3、4から6で敗れ、またしてもグランドスラム初優勝を逃した。同時に、世界ランキング1位のザモーズニアッキに明け渡すことになった。2月26日付で、世界ランキング1位に復帰した。第1シードとして出場した全仏オープンでは2年連続の決勝進出を果たし、決勝では、第10シードのスローン・スティーブンスに3から6、6から4、 6から1で逆転勝利を収め、悲願のグランドスラム初優勝を成し遂げた。しかし全米オープンでは1回戦で、カイアカネピに敗れ、第1シードとして、史上初の初戦敗退となった。WTA ファイナルズを欠場。2018年最終ランキングでは2年連続で1位を、守っている。2019年全豪オープンでは4回戦で、 セリーナ・ウィリアムズに敗れると、同時に優勝した大阪・ナオミに抜かれて、世界ランク1位から陥落した。マイアミオープンで4強入り、モンテカルロマスターズでは決勝に進出したが敗れた。全仏オープンはベスト8。ウィンブルドン選手権では準決勝で、エリナ・スビトリナを下して決勝に進出した。決勝ではセリーナに6から2。 6から2の干渉を収め、初優勝を果たした。しかし全米オープンは2回戦で、ノーシードのテイラー・タウンゼントに敗れた。WTA ファイナルズは1勝2敗に終わり、最終順位は4位。2020年全豪オープンは、ベスト4位入りしたが、準決勝で、ガルビネ・ムグルサに敗れた。ドバイテニス選手権で、キャリア通算20勝目を挙げた。 その後、新型コロナウイルス感染症の流行により、ツアーが中断。再開後の復帰戦のプラハオープンと、BNL イタリア国際で、連続優勝。勢いままに、全仏オープンに挑んだが、優勝したいが、シフィオンテクに完敗を期した。連勝は17で止まった。全米オープンはコロナへの懸念から欠場した。最終順位は2位。 広いコートカバーリングと強打が特徴のアグレッシブベースライナー。持ち前の身体能力でコート全面を駆け巡り、またエラーも少ない。広いバックスイングとスライディングでボールに素早く到達する、敏捷性を持っている。ラリーをコントロールするのが得意でクロスコートとダウンザラインのフラットショットでウィナーを打つ。2013年にブレイクした頃、彼女は主に カウンターパンチャーだったが、よりアグレッシブなプレーへと変化した。攻撃的でありながら、ディフェンシブでもある。このプレースタイルは、ノバク・ジョコビッチと比較される。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。